日本神奈川県横浜市青葉区青葉台青葉台は、神奈川県横浜市青葉区の地名。現行行政地名は、青葉台1丁目及び、青葉台2丁目。住居表示未実施区域。青葉区西部に位置する。東は萌木の、西は、えのきが丘、小風大、南は白鳥大、筒子が丘、北は、桜大と接している。 東急田園都市線青葉台駅が置かれ、駅周辺は、区内最大の商業地となっている。また、そのことから、多くのバス路線が乗り入れており、南部には、国道246号線が通っている。青葉台一丁目に、東急田園都市線青葉台駅、青葉台郵便局、田園青葉台団地、三菱 UFJ 銀行青葉台駅前支店、三井住友銀行青葉台支店、 水穂銀行青葉台支店、青葉台2丁目に、私立青葉台中学校、三菱 UFJ 新宅銀行青葉台支店、三井住友新宅銀行青葉台コンサルティングオフィス、コンサルプラザ青葉台駅前、横浜銀行青葉台支店、理想な銀行玉プラザ支店青葉台出張所がある。また、青葉台1丁目から青葉台2丁目にかけて、青葉台東急スクエアがあり、 フィリアホールが設置されている。住宅地の地価は2019年の工事地価によれば青葉台1丁目21番22の地点で34万2000円平方メートルとなっている。東急の多摩田園都市開発に関して開発前の一帯が草木が生い茂る広々とした大地であったことから田園都市のコンセプトでもある自然と人間の調和の末長きを願い 青葉台と名付けられた随称地名。開発を行う前この付近は、松、木の木、杉などが多く、四季を通じて、緑と太陽の豊かな町であった。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。市立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。